作詞に2012年の桜以来7年ぶりの中西礼史、作曲に初の杉本雅俊、デビュー20周年の氷川きよしさんが今までにはない新しい一面を見せる。2020年2月4日発売の新曲「母」です。離れていてもそばにいてくれる、寂しくなるとつい呼んでしまう、その人の名は母。だから母さん、生きていてください。どこしめに2020年2月4日発売の新曲「母」でした。